はい、こんにちは。今回から下線部言い換え問題の対策をしようと思います。ここまで文構造と文法を使って文の仕組みについてはだいぶ教えてきたのですが、まあ、そろそろ実践的な問題いこうかなということですね。で、今回は第1回目としてすごいシンプルな問題にしました。ですがこれ非常にね、学生にやらせたら正答率が悪かったので皆さんにもね、一旦解いてもらおうかなと思います。ではどうぞ。はい、じゃあ解説しますね。そもそも、下線部言い換え問題はどう解くんですか？これね、学生に聞いた感じで見ると、知ってる単語や熟語を当てはめるってことをよくするんですよ。例えば今回 breaks down、 これ崩れるようなイメージがありますよね。だから、あ、崩れてるのどれかなって探すと、これ大きな問題点が1個あって、それは何かというと、ブレイクダウンを崩れるって訳で使ってるって勝手に判断してるんですよ。この英単語とかね、英熟語って一つの品詞だけではないし、一個の意味だけじゃありません。その都度訳は全部変わります。いいですか？ですから毎回毎回ここではどういう訳なのかって結局はね、考えていく力が必要になるわけですけど、それをしないといけないと。あともう一つ言うのは文脈で解くっていうんですよね。なんか分かんないから文脈見ましょうって感じですが、そもそもね、文脈って何ですか？文脈で解くってよく言われますし、教えてる人、いるし、僕も言うんですけど、文脈ってそもそも何かをある程度定義しないとダメじゃないですか。はい。で、まあ、英語において文脈ってまずはね、一文の訳を取ることです。要は文の始まりの S から一番最後のピリオドまで文構造を取って正確に和訳する。まあ、その一文の中に一番大事な文脈が入ってるわけですから、まずは第一歩として、文の構造をちゃんと考えて訳せば解ける問題めちゃくちゃ多いんだよって話ね。これ分かってほしいと思うんですよね。はい。じゃあ実際行きましょう。どういうことか。今回これ breaks down が V で for bigger ones、 これ M ですね。このように下線部に実は動詞から始まる、パターン多いんですよね。はい。じゃあこれさ、訳せますか？訳せないですね。で、なんで訳せないかってなったら、文型足らないからです。はい、動詞から始まる皆さん文構造見たことありますか？命令文だけでしょ。それ以外はじゃあ何から文が始まるかってなったら S いるじゃん、ね、これ S が、ね、何かによって全部 breaks down の訳は変わりますよね。例えばコンピューターが主語にしましょうか。コンピューターが崩れるってどういう意味？コンピューター丸々崩れちゃうんですか？違うでしょ。はい、コンピューターが崩れるっていうのは故障するって意味だよね。もしくはじゃあ交渉が主語だったら、交渉が崩れるっていうのは交渉が決裂するとかですよね。このように故障すると決裂するって全然意味が違うのに、まあなんとなくその中間の崩れる的な感じだっていうイメージで解くからダメなんです。はい。ですから僕は和訳の時もね、構造の時もちゃんと訳を出せって話をしていたんですが、実はそれが問題に使われているだけなんですよ。じゃあ、いきましょう。今回じゃあこれ S はどれですかって探すだけです。で、その前を見るとここにバット来てますね。バット、はい、動詞の前に普通 S 欲しいですよね。 V の前に S が欲しいと。けどバットが来ています。あ、じゃあこれね、もちろんもう受験生じゃない方なんか一瞬ですけど、ね、受験生の方でも慣れてる人は、あ、要はつなぐものを探すんでしょっていう発想ね。バットは遠い接続詞、同じ形のものね、文とか品詞とかをつなぎますから、じゃあつないでいるものを取ればいいというふうにやっていくんですが、ちょっとそれだけでも解けるんだけど、今後の応用のために少し話を大きくしましょうね。これです。並列、and とか or but って遠い接続詞なんで、これ2つのものが並列することになりますよね。で、実はこの並列するという時にはポイントがあって、こうね、省略が生じるんですよ。何かと何かが並ぶと省略が起こることがあるんです。いいですか？2つのものが並んだ場合はね、同じことを言う可能性が出てくるんですよ。同じようなものを並べるから同じようなことを言うと。だからそこ重ならないように省略をする、つまり消したり他の形に変えたりするわけですね。はい。で、例えばどんなのがあるかというと、He is a poet and novelist.
はい、この文章だったらこの and を使ってここつないでますよね。でこれ、はい、彼は詩人だ、そして小説家。これ彼はっていう部分がいわば省略されてると同じですよね。まあ、そんなことめんどくさくて俺たちは日本語でもまあね別に省略慣れてるから考えないですが、一応これ彼は詩人で彼は小説家だ、2回言わなくていいから彼は詩人で小説家だっていうふうに実は省略してます。ただしこの省略の時のポイントっていうのは必ず共通点があることね。ただ単に2つを並べたから絶対消えるわけじゃなくて、はい、このように何かを並べるときに共通する点があったら省略が行われるということなんですよ。ですから今回ね、これほら S ないでしょ、ここに S がありませんね、あれなんで消えてんのかってなったら、あ、それは前に、実は共通するものとして書かれてるんですよ。はい、今回それありませんね、それは、並列する、この遠い説が並列することによって共通する部分だったからということなんです。はい、じゃあこのバットがつなぐものはどれでしょうか。遡っていきましょう。ヒントはブレイクスっていうふうに三人称の S がついてるから、結論こうですよね。はい、ワークス何々、これです、ここ V ですね。このワークスが、実は並列する対象ですね。じゃあ結局あそこの主語は何の、どこにあるかというとこいつですね、 The Standard Theory、普通の理論です。この普通の理論がワークス、働いて、だが普通の理論がこっちの場合はブレイクスダウンする。だからこの下線部の意味は、はい、主語特定できました。普通の理論がより大きなものに対しては崩れてしまう。理論が崩れるってどういうことですか。はい、理論がでっかいものには崩れるっていうのは当てはまらないとか成り立たないぐらいでしょ。はい、ということで今回このブレイクスダウンっていうのは成り立たないとか当てはまらないというこの訳が正解なんです。じゃあそれの言い換えどれですかってなったら、はい、答えは5番ではなくて2番ですね。はい、The standard theory does not apply to the bigger stars ということでした。はい、というより今回はこれがアプライのね、アプライ、ノットアプライ、トゥーに、言い換えられていましたが、まあ、こうやってまずは本文中で意味を考えて、まあ、意味というのはただ僕は意味というか訳ってこだわってきましたよね。自分なりには意味分かってるつもりになってほしくないからしっかり訳を出す練習をしてそれに近い言い換えを探すって訓練をしておくと確実に決まると思います。はい、でまあ、残り細かい部分ですが、まあ、ビガーって一応比較級なんで何と比べてるかで、ワンズってこの代名詞で、まあ、いわば元々の形を省略して書いたのと一緒じゃないですか。形を変えたわけ。じゃあこれね、はい、ここの太陽の質量の20倍もの星よりもでっかい星、まあ、比較も同じで、まあ、2つのものが並列すると、まあ、共通点がないと比較できませんから、でまあ、同じところがあるから省略されてるってことなんですけど、まあ、これもね残位下を書かなくても、まあ、前にこうやって共通するものがあるからって考えていいです。はい、 OK ですか。で今回まあこのようにまず下線部言い換えでも一文の構造を取ってちゃんと和訳しろと、実はこの解き方ができる問題ってめちゃくちゃ多いから変に前後文を見て自分なりに考えるとかをせずにまずは一文でちゃんと訳すってことから下線部言い換えを始めてください。英語講師オーディションですね、はい、いよいよ開催されますけども出場される方なんですけども、今回ですね応募いただいた中からこのチャンネルで、まあ、動画を流すことに決まったのは5名です。はい、このメンバーで紹介していきたいと思います。まずは1人目、ね、1人目はこの方です。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。